前回までの騙さじ。さっきマジで殴ったの誰マジ？マジマジ？マジマジで。です。もう下ネタやん。何これマジックミラー号 MM 号誰やこんな作ったドラータくんです。トラック自体のクオリティ良くないですかこれ。結構あの本来であれば今日朝子さんが来て撮影を開始しようかなと思ったんですけど、スケスケ号です。もうダルハタとじゃメロンブドウでちょっとなんでいや何これ朝起きたら隣に美女がいて優しくクックを教えてくれることってないかな。切実な願いダルハタ。気持ち悪いこれ。まだまだありますよ。スタイル良くてハーフ顔の可愛い子からモンアタックを受けるなんてことないかな。切実な願いニコン。なんだこれお前も。じゃあ募集しろよツイッターでハーフ顔募集中ですって。お隣さんが美人でゲームしてる人でたまたま知り合っちゃうみたいなことないかな。わさびお前はトカゲで十分や。会社の女の子が坂道みるちゃんでみたいな状況。全部モザイクだよこれ。お隣さんの娘が可愛くてそんな娘の家庭教師を頼まれるみたいなことないかな。ドラゴンお前マジでやりそうじゃねえかよ。いやもう今大学生だっけ。いやそうですよ。家庭教師のバイトとかできるじゃん。一回やったんですけど、うん、全然、うん、なんか男だったんで、うん、やめました。いやいや男だからやめるとかあれそんなことかわいすすぎだなそいつ。女の子の家庭教師の先生になれなきゃ意味ないっすよ。どうだった？パッとしなかった？いやパッとしないっす。だって家庭教師頼む男なんて、うん、なんか暗いやつ、うん、ひでえなぁ。玉さすり VS ケース事件。何これ誰？いやつくの大変でしたよ俺それ。佐々木がつけたのこれ。ほんとかお前。マジ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 おまけあれ最初佐々木さん久しぶり。誰？え？ファキニコね。彼氏いるんすよ。いやファキニコファキニコ。どこどこメロンブドウどこ？あいた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 。ちょっとこのシュレック止めてくださいほんまたまさん。なになになにシュレック。シュレックシュレック止めてください。じゃあもうまあ。死ねばそれで終わるんだから。じゃあじゃあ連れて行かんすよほんまにそんなしてたら。おい待って。以上。俺家知ってるからねでも。あそうやね。何してんのこいつ。こっちね。本当にこっち合ってんの？合ってる合ってる。焦んな。タマさん、時間が惜しいと思うなら、もう止めといた方がいいですよ。いやまだあと30分あるから試験も。あオッケーです。大丈夫。わかりました。え、なんかできてる門みたいにできてる。うわ、すげえ溶岩じゃん。溶岩ある、怖っ。うわ、入れないようになってるよ、これ。入れないよ、これ。おぉ無理やり入ってったぞ、おい。なんだこれ。ゴリゴリってゴリゴリってすげえすげえ挟まれてるやんけお前ら。はい玉さん行きましょう。猫くんにちょっと聞きたいんだけど、はい、あの愛知のそのゴースティングとかあのチーミングの件はどう。確かに猫くんだ。猫くん違いだなおい。このまま前行ってください。おおあれお、すげえ。止めるやつ。すげえじゃねえかこれ。なんじゃこりゃ。えぐいって。マジ。えぐいってこれ。えぐいって。うるさ。マグマとかマグマ。ダンブルドアの家ですかこれ。なんか触覚ついてるよ。魔女の家や。よくわかったね魔女の家です。え、これ魔女の家なの。ダンブルドアの家じゃねえ。ダンブルドアっすよねこれ。めっちゃ痛い。教育やり直すよ。ちょっと待って。すごい。えぐいって。中になんかいるけど。誰か井戸に落とされた。あちょ。あれ。危ねえ。井戸の下。何これなんかある。すげえなんか井戸の下あるやつ。 RPG でありがちなやつよ。佐々木さんがもう勝手に倉庫に。あめっちゃゾロゾロ来た。怖い。地下がすごいんだっけ。玉尾さんこれいやらしい。なになになにいやらしい。どうしたの玉尾ちゃん。どれ。俺俺これこれこれ俺アイエム変態。アイエム変態俺。あーこれか。キッチョキッチョじゃねえよこれね。こっちなんかわざわざダブルベッドにしてんだけど。ダブルベッド。うわいやらしいわ。汗ばむ夜が続いてかわしい。ここが倉庫で下がちょっと下すごい
観光スポットになっております。天井のこだわりがね、素晴らしい。天井の柱のこだわりが。すげえ。ここはもう全部リコがやってくれます。なるほど。メロンブドウじゃ絶対できないね、これは。僕は全部丸石で収めますから。おー、すげえ、何これ。ちょっとしたデートスポットを作ってみました。これすげえ、ちょっとしたデートスポット。魚がえぐい。すげえな。日差しもすごい、めっちゃ。あ、確かに、あれ、天井もちゃんと吹き抜けなのね、これ。これ、影モッドで見てもらったらめちゃめちゃ綺麗から、いつか影モッドで。何かしてできないですかね、佐々木さん。影モッドいいね。ちょっと完成したら俺、影モッドで見るね。やべえ。ちょっと。何してんの、お前ら。ガバガバ。ガバガバや。何してんの、お前ら。何してんの、お前ら。ゴムゴムの。ゴムゴムのじゃん。あ、全員来た、全員来た。ちょっと恥ずかしい。ダメ。恥ずかしい、ダメ。なんだよ、ゴムゴムのとか言ってベッドの上で。今、影モッドオンにしましたけど、感動しました？やばいっすね、これ。俺もオンにしよう。すごいでしょ？俺、お手伝いさんのハードルめっちゃ上がりません？これは素晴らしい。建築勢がなんかね、いたらいいよね、やっぱり。来週ね、深さんとか多分すごいの作るはず。これより。ちなみに深さんとクソエクランガーでめっちゃすごいの作ってたからね。ちょっと一回それちょっと、講師に、あ、見に行こう。じゃあちょっとそのクソエクランのやつ見てみるよ、みんな。うん、深サンタ。痛いです。深サンタ脅してちょっと物資もらおうぜ。あー、こっちかこっちか。これはえぐらい、ちょっと。これすごいよな、ほんまに。人の夢は終わらねえ。ロゴがあるんで、これ深サンタが作った。すげえ。すげえ。これでユージアンとジョセリンのやつ作ろうとしてたんですよね、自力このやつ。でっかいやつ。でっかいやつをこれ。なんか作って黙って置いとけば面白いかなと思ったんですけど、まだ。素材は何なの？カモさんまだイエスのやつやってるでしょ。イエスのやつやってねえよ。なんで俺らにやんねえよ。何でもいいっすよ。何でもいいっすね。やんねえよ。お前らがやってる。あ、ちょ、ごめん。白いネバネバの実が出た。何何気持ち悪い。なんだ気持ち悪いな。お前とドラゴン、ほんと気持ち悪いな。キックありよ。おーい、お前ら。キスだよ。お前ら、まだそれにここいんだよ。俺も魔女の家に住もう。あの、一応、玉さすり側にも、あの、白い今。え、白ってどこにある？白。こっちゃう、こっちゃう、こっちこっち。あ、そっちか。ここまっすぐ。ここまっすぐ。やっぱ危ないから。城下町の方、城下町の方行けば多分ありますよ。ああ。城下町の方からまっすぐ。リュウジさん。おお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 お毎晩 iPad で設計図をせこせこ書いて、設計図まで書く人おるん？すげえ、マジで建築士やん。えぐいってこれ。これはすごいですよね。これはすごいよ。ここスケルトンの異常や、スケルトン量異常な量湧いてるけど大丈夫これ。もうさ、えぐいぐらい湧いてるけど、悪魔城になってるもん。やばい、えぐ、これは。玉尾さん、これ小林に絶対教えたらダメっすね、あの城とかを。絶対教えないだ。平気でやるからあいつは。ここにもお城ある、玉尾さん。え、どこ、お城？ダイモンか、あれ、ドラゴンがいる。あれじゃないですか、チャンクの距離伸ばしてないんじゃないですか。なにこれ、待って、なって、あれ、こっちにも城あるんだけど、何が起きてるこれ。ちょっとみんなこれじゃ飛ばしていい今。おお、すごい。誰でも誰やばい。すげえ、これは内装はまだ。あと中は何もしてなくて。これのコンセプトは何？まあボーランドの城。あ、ボーランド、ラボラボにしか見えないんだけどこれ。あの、ちょっと私も同じこと思ってた。田舎のちょっと離れたところにあるラボにしか見えないんだけど。よくあるんだよこれ、こういうの。道路沿いにあるとこするね。高速の近くにあったりするんだよ。いやー、なんか見たことあるかもしんない。たまにさ、でっかい動物とか、なんかゴリラとかさ、あるね、そういうの。なんか下にもない？それが途中なんで、ダメですよ。まだこれはまだじゃあ触れない方がいいということだよね。いや、高いね。思ったより高い。すごい。雲の上になるよ。あ、雲の上になるよ。マジでサッカー誰？誰？もうマジでサッカー誰？本当に。おまけー。ハマっちゃった女の子リーみたいな。あ、壁にはまっちゃった。だ全然どこにおるかわからんけど、みんな。おい、身動きが取れない。これさ、誰も見ない。やべ、動けない。身動きが取れない。何後ろにいるのは誰？ちょっと助けてください。今助けますね。こっちにあの JOB クランの本拠地があるんですけど。こいつらも宝のチーズを。もしもんじもしもんじ
マジマンゲマジマジマジマンゲマジ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